今回は、アピア1の、機能紹介の中で、画面共有という便利な機能を紹介します。はい、ここなんですが、はい、これをクリックすると、自分のパソコンの画面にあるファイル、これを相手に見てもらうことができます。例えば、Excel ファイルを見せたい場合、共有します。はい、すると、自分の映像の代わりに、その自分のパソコンの中の見せたいファイルを相手に見せることができます。次回はまた次の機能についてご紹介します。